皆さんこんにちは、ネイリストリサです。本日はこちらのミラーパウダーを使用したデザインを載せていきたいと思います。今回使用したミラーパウダーはこちらの楽天で購入したミラーパウダーを使っていきたいと思います。こちらとても使いやすくて色も可愛くておすすめです。こちらの商品は概要欄に載せておくので、ぜひチェックしてみてください。それではデザインを作っていきたいと思います。はい、それでは始めていきたいと思います。まずはじめに作るデザインはこちらのデザインを作っていきたいと思います。ベースのカラーに使用するジェルはプリジェルの 233M を使っていきます。ではこちらを塗っていきます。次に使用するジェルはプリジェルのノンワイプジェルを塗っていきます。はい、ライトに入れます。はい、次に使うジェルはアゲハジェルのチャームオンノンワイプジェルを使っていきます。こちらで線を描いていきます。使用する筆はこういった細めの筆を使っていきます。私はカルジェルの細い筆を好んで使っています。ではこちらを使って線を描いていきたいと思います。では4本描いていきます。ちょっとうねうねさせながらジェルを乗せていきます。ではこちらをライトに入れます。はい、では次に高さをつけたいので、もう一度先ほど塗ったジェルの上にジェルをのせていきます。Thank you.
こちらをライトに入れます。はい、では次に使うのがこちらのミラーパウダーを使っていきます。一緒に付属されていたこちらを使って塗っていきたいと思います。では先端に少しだけつけてこすっていきます。では余分な粉をちょっと払ってノンワイプトップジェルを塗っていきます。はい、ではこちらをライトに入れます。はい、ではこちらで一つ目のデザインの完成です。はい、では次にこちらの囲みミラーネイルを作っていきたいと思います。まずはじめにこちらベースとなるプリジェルの233番を塗っていきます。はい、ライトに入れます。では2度塗りしていきます。はい、ライトに入れます。はい、ではこちらの上にプリジェルのノンワイプジェルを塗っていきます。ライトに入れます。はい、それでは次にこちらの上にチャームオンノンワイプジェルをのせていきます。ではこちら周りを細い線で囲んでいきます。1ミリぐらい開けて乗せていきます。ではライトに入れます。はい、それではもう一度高さをつけるためにジェルをのせていきます。
ライトに入れます。次にミラー、次にミラーパウダーをのせていきます。先ほど使ったこちらの付属されているこのチップなんですけれども、ちょっと幅が広くてこのまま塗ると広範囲に塗れてしまうので、私はこちらのベビー綿棒を使って塗っていきたいと思います。結構細いので細いところを塗るのにすごく役立ちます。では綿棒につけて、裏面を使ってちょっとエタノールをつけて、この飛び出た部分を修正していきます。ではエタノールをつけて拭き取ります。ではこちらの上にノーワイプトップジェルを塗っていきます。はい、ライトに入れます。こちらで2つ目のデザインの完成です。では次にこちらのデザインを作っていきたいと思います。ではベースにフリジェルの233番を塗っていきます。ではライトに入れます。はい、ではもう一度塗っていきます。はい、ライトに入れます。ではノンワイプジェルを塗っていきます。はい、ライトに入れます。はい、ではチャームオンノンワイプジェルで線を描いていきます。ライトに入れます。はい、では高さをつけたいのでもう一度線を乗せていきます。
ットに入れます。はい、では次にミラーパウダーをのせていきます。こちらも飛び出ないようにこちらの綿棒を使ってのせていきます。余分なパウダーを払います。こちら裏面にエタノールをつけて飛び出たところを修正していきます。はい、ではこちらをノンワイプトップジェルで仕上げていきます。入れます。はい、こちらで3つ目のデザインの完成です。はい、こちらでミラーパウダーを使ったニュアンスネイルの完成です。皆さんもぜひ試してみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。